今日はレゴ互換品はフォードモデル T を作ります。T 型フォードとも呼ばれるな。歴史上2番目に多く生産された車で、大量生産を体現したってことで、歴史的にも語られるべき車だろう。おお、さすがランボルギーニマリサ。視聴者も忘れてる2つな。ちなみに一番生産された車って、フォルクスワーゲンのタイプ1、ビートルって言われてるやつだな。さすが車大国。ちなみにフォードのこの手の車といえば、格安が注目されるが、サービス体制も力を入れてたんだぜ。継続的に売れるにはそういったのが大切よね。ちなみにボディの色が黒ばっかりなのは、塗装の乾きが一番早かったからだ。高級感を出すためだと思ってた。で、生産体制だが、フォードの代名詞、流れ作業で作ってたんだが、これが単純労働で精神的にとても大変だったらしい。それは離職率が高そう。実際に離職率は高かったが、他社を上回る給与が魅力的だったらしく、求人には困らなかったそうだ。雇用や労働事情も時代を代表する状況だったのね。ただし効率を限界まで追求したフォードは、自動車需要の飽和の時代を迎え、買い替え時期になっても、差して代わり映えのしなかった T 型は時代に取り残されることになったんだ。製品開発とマーケティングが噛み合ってなかったのかしら。かもな。で、レゴっぽいうちの T 型はどうなのぜ。これ多分レゴのテクニックシリーズを真似た作品みたいで、出来上がった時に動かしたりして遊ぶのを前提にしているみたい。ということは、タイヤは回るし、組み立てもレゴ本家ほど良くはないけど、悪いというほどのレベルじゃないです。欠品1の不良例。欠品出さない時のすまないお国柄なのか。クラシックカーは角張ってるから、ブロックとの相性がいいとは思うわ。まあ第二次大戦の戦車もクラシックの分類だから、角張りデザインと相性がいいのかもな。しかし大きいな。フィグを前提とした大きさではないわね。見かけをきれいにすることを重視したわけか。でもクラシックカーだから外見は可愛いと思うし、パーツも黒、深緑、ゴールドと、レトロな高級感を感じさせてくれて、悪くないと思うわ。うん、本家レゴの基本色にはない色ってのも、他社だからできたって感じがしていいんじゃないか。まあ、本家レゴ社から T 型フォードが出てないことが意外だったわ。自分で作りなさいってことだろう。そういうことだったのか。ということで完成。フィグはついてないのでカーミットくんゲスト出演。本当に角張りがよく似合うデザインだ。後方のドアは開閉可能。全枚式で、後ろにタイヤを回すと前に進みます。そしてカーミットくんにプレゼントがあります。そろそろその箱がやばいと覚えてほしい。フォード、モデル T 完成です。組み立て時間は2時間、多くがテクニックリフトと呼ばれる、棒状の形に多くの穴が開いたパーツを使うので、慣れてない人は手間取るかもしれません。見かけ以上に力や落ち着いた作業がいるので、小学校中学年以上推奨でしょうか。以上、フォード、モデル T でした。ご視聴ありがとうございました。